はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずてこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ。3月で終了するキャンペーンは多め。4月からもお得に生き抜く。ということで、今週もやってきましたキャンペーンの日曜日まとめ動画ですね。今回は3月の30日から4月の5日までの、今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。それでは行ってみましょう。ということで、まずは PayPay ペペからですね、今週の Pay ペペはかなり 終了するキャンペーンが多いので、要チェックでございます。 まずは街角 p ドペイペイの第2弾ですね。こちらラストのシュートになりまして、3月の31日までとなっています。キャッシュレッシュ者還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンですね。ペイペイチャンスに抽選で外れた場合でも、3の一定でも実質6.5%戻ってきます。ちなみに街角 p ドペイペイ自体は続くんですが、僕のお気に入りだったあのペイペイチャンスも今月で最後となります。まあ、ちょっと寂しいですね。まイ、あ、ペイチャンス、ラストチャンスを狙っている方は ですね、ぜひこちらのキャンペーン利用してみてください。 次に、ペイペイモール最大20%還元ですね。こちらのキャンペーンも長かったですね。期間は3月の31日で終了となります。同時進行で開催されていました、ズズタウンで最大30%還元キャンペーンも今月で終了すますので、目星をつけている商品などがあれば、お日にち間違えないように購入をしましょう。そして、ペイペイフリマも最大20%還元キャンペーン。こちらも、えー、今月いっぱいの3月31日までとなっています。そして、ペイペイではこちらの4つのキャンペーンですね。まずこちらの対象のスーパーにて5% ということで、こちらも3月31日で終了となります。このキャンペーンでは時間指定がありまして、10時から14時までとなっています。ちなみにソフトバンク、Y モバイル、Yahoo、プレミアム会員の方は10%還元ですね。次に、対象のクリーニング店で10%還元で、こちらも同じく3月31日で終了となります。そして、伊藤への自動販売機にて最大20%還元キャンペーン、こちらも3月の31日で終了となります。以前あの動画にもさせていただきましたが、 伊藤への自動販売機が見つからず、直接伊藤へに問い合わせたらですね、丁寧にその場所を教えてくれますので、ぜひ使ってみたいという方はですね、今月いっぱい問い合わせて利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。あと、ガストで PayPay 決済して10%還元ということで、こちらはソフトバンク、バイモバイル、ヤフー、プレミアム会員の方は20%還元となります。こちらも今月いっぱいの3月31日までですね。あとは、ちょっとここに出してないんですけども、スカイラークグループでは今月いっぱい T ポイント、100ポイントがもらえるキャンペーンも 同時開催されてますのでそれと組み合わして、PayPay では今週から新たに始まるキャンペーンもしっかりとあります。まずは対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンですね。こちら4月の1日からスタートしまして、4月の30日までの4月いっぱいのキャンペーンとなっております。ちなみに Yahoo プレミアム会員の方に関しましては25%還元となっています。対象のお店なんですけども、一部紹介すると、ガストとかスキヨ吉野ヤなどが がありましてあとはですね銀だことか中尾とかでもペイペイが対応してなおかつキャンペーンの対象の加盟店ですのでぜひですねこの機会に利用してみてみるのもいいんじゃないかなと思います。 あと、こちらもですね、街角 p ドペイペイ第3弾がスタートします。こちらのキャンペーンは、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、ペイペイがさらに5%上乗せして、実質10%分の還元を受けることができるキャンペーンとなっております。第2弾の時と違って、今回からはペイペイチャンスがなくなっていますので、ここ間違えないようにお願いします。次は D 払いですね。D 払いでは主に3つのキャンペーンですね。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、 払いがさらに5%上乗せして合計10%の D ポイント還元が受ける受けれることができるキャンペーンとなっておりましてこちらが今週でラストとなります3月31日までとなっておりますのでお気を付けください 二つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーン。こちらもラストの週となりまして、3月31日までとなっています。11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済を行ったら、D ポイント10%分が還元がされます。そして三つ目は以前動画でも紹介させていただきましたが、D 払いでユニクロもしくは GU で対象のインナーですとか T シャツを購入したら、1枚分の D ポイントがもらえるキャンペーンがスタートします。4月の1日から4月の9日までとなっていまして、まあ、土日は混み合う 可能性もあると公式ページに出ていましたのでちょっとこれはあの時間帯とか日にち余裕持って参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますあと D ポイントのキャンペーン6つありますまずはこちらのローソンで iPhone に D ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら D ポイントが7倍還元されるキャンペーンというのが開催中ですこれは4月17日までですね で、ローソンでこちらも開催中ですね。春の D ポイント祭りということで、今週はローソンで街カフェを購入したら50ポイントがもらえるキャンペーンですね。期間は3月の30日までとなっていますので、これはお気をつけください。そして、こちらもあります。松本清で D ポイント20倍のキャンペーンですね。こちらラストのシュートになりまして、期間は3月の31日までとなっています。松本清のアプリと併用して利用できるので、かなりお得なキャンペーンとなっております。あと、こちらもお得ですね。D デリバリー50%還元こちら開催中ということで、今週で ラストの3月31月日ままでとなっていますこのキャンペーン結構自分が持っている通常の D ポイントですとか D ポイント期間用途限定とかで掲載しても D ポイントが還元されるので、まあ、ポイントの消化とかに使いたい方はですねぜひ利用してみるのもいいと思います D ポイントあとこちらもございますモスバーガーで D ポイント30倍のキャンペーンですね僕も一度あの動画にもさ,させていただいたんですけども一応利用させていただきましてモス自体をすごく美味しいんですけどもちょっとこう単価が高めなのでぜひですね今月い,っぱい ででで開催中すすののこれを機に利用してみるのもいいいいんじゃないかなかと思いますそして、新たにこちらがスタートします。スカイラークグループにて、D ポイントを土日祝日であれば10倍、平日であれば2倍の D ポイントキャンペーンということで、こちらですね、4月の1日から5月の6日まで開催されていますので、スカイラークグループのお店に行かれる際は D ポイントカードの提示忘れないようにしましょう。次、楽天ペイですね。楽天ペイでは大きく3つございます。まず、大黒ドラッグで最大10%還元のキャンペーンですね。こちらはキャッシュ 走れ消費者還元事業の5%プラス楽天のポイントカードの提示で1%楽天ペアで決済して3.5%あとはそれに楽天カードを連携して最大10%分の還元を受けることができるのでこれはこちょっとしたまあ条件みたいなのがあるのでそこ間違えないように還元率などは気をつけましょう次こちらの東急ストアで5%還元のキャンペーンこちらも3月31日までですねあとはこちらも新たにスタートしていますマルゼン純工堂にて最大5%還元ですねまあ普通 に楽天ペイで決済したら3.5%還元なんですが、そこに楽天のポイントカードの提示と楽天ペイ楽天カードをセットした状態で決済したら、これで最大の5%還元となりますので、これもご注意ください。次、メルペイですね。メルペイで大きく2つございます。 こちらで,ですね、ラストの週となりまして、メルペイフィーバー最大50%還元キャンペーンということで、コンビニフィーバー、そして街のお店フィーバー、どちらもこれ3月の31日までとなります。上限の3000ポイントに到達されてない方はですね、ぜひお得に使い切ってみましょう。ちなみにこのメルペイのキャンペーンなんですけども、延長されるかもしれないという発表も出てたんですけども、まあ例のあれの影響もあって中止となりました。なのでまあメルペイのキャンペーン自体はこれで一旦3月で終了という感じですね。そして進める メルペのキャンペーンは絶賛開催中でございます。メルペの招待をしたら500ポイント。そしてメルペに登録したら1000ポイントがもらえます。メルペの登録した方は免許証などを使って本人確認などが完了したらポイントがもらえるようになっていますのでお気をつけください。まあ、先ほどお伝えしたメルペフィーバーをまだ使ってないけどどうしてもどうしてもセブンイレブンのバナナチップスチョコが食べたいそういう方にはですね、一応下の概要欄に僕の招待コードを貼っておきますので、まだ登録されてない方はぜひ1000ポイントゲットした状態でセブンイレブンに向かってみてください。 そして極めつきの y o u t u でございますね。こちらクーポン2つ出ていまして、ポプラで使える200円オフのクーポン、そしてワタミグループで使える2000円オフのクーポンですね。ワタミグループに関しましては今月いっぱいで終了しますので、お日にち間違いないようにお願いします。 あと、こちらもですね、ちょっと寂しくなりますね。YouTube で税込み700円以上のお買い物をしたら、Amazon ギフト券が必ず当たるキャンペーン。こちらはですね、3月の31日までとなっています。まあ、どうしてもですね、Amazon ギフト券を当てたい。この y o u 最後に日程だけまとめですね、今こちら出てる赤くなってるところは今月いっぱい、まあ、今週で終了するキャンペーンとなっております。まあ、すごいですね。もう、街角 PayPay、PayPay ペモー,ペー,ール、PayPay ペペフリーまー、対象スーパー、クリーニング、伊東園自販機、ガスト、生活応援キャンペーン、ランチ、 D ポイント松ツキィ D デリバリーの50% D ポイントのモスバーガーのキャンペーンそして楽天ペイ東急ストアとメルペイフィーバーゆうちょペイのワタミグループのクーポンとあとアマゾンギフト券のキャンペーンということで、まあ、こんなに終了するのは結構初めてなんじゃないかなと思いますそしてこちら青くなっているところは4月からまあ新たにスタートするキャンペーンということでペイペイの先ほどの対象の飲食店20%還元のキャンペーンとあと街角カ a ペイペーの第3弾そして D 払いのユニクロ自由のキャンペーン とあとはスカイラークの D ポイントのキャンペーンですねまんちゃかんちゃ4月から始まるものもあるという感じですかねまあそんなこんなで今回は今週1週間3月30日から4月5日までで開催されるキャンペーンについてまとめさせていただきました ま、今回ですね、まとめてて気づいたのは、aupay のキャンペーンが一気になくなったということと、あとは、ま、キャンペーンがこう、ガッと少なくなるにつれても、やっぱりこうペ、paypay と d 払いの勢力ってやっぱすごいなと思います。まだまだね、こういったキャンペーン、まだまだ静かになる可能性はすごくあるんですけども、その限られた中でいかにこう、お得になっていくかというゲームをですね、まあ、これからも楽しんでいこうかなと思っております。一応ですね、今回お伝えしたキャンペーンのリンクなど、下の概要欄に貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。 ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあ今回ちょっとおまけということよりかは、まあ、告知をしたいと思うんですけど、ライブ配信の告知をします。4月の1日に、22時から24時の間、まあ、2時間ですね、ライブ配信をします。まあ、なんでこのタイミングで言うのかっていうのもあるんですけども、まあ、僕がこのチャンネルの動画を投稿し始めてちょうど1年経つということだったので、まあ、それをまあ1年記念でもないですけども、まあ、それちょうどいい節目だなと思って、それをまあ4月の1日の夜にライブ配信をしようかなと思います。まあ、一応ですね、YouTube の,この コミュニティ欄でも改めて告知をしますので、まあ、ぜひですね、お時間ある方はぜひ遊びに来てください。またこのライブ配信とまた別でまた動画を1つ撮ろうかなと思いますので、まあ、それを踏まえてですね、えー、ぜひ1月1日お時間ある方はお待ちしております。ということで、ありがとうございました。